皆さん、国家試験お疲れ様でした。たくさんの方から、この点数ではもう合格できないですかっていう質問をいただいております。そして、たくさんいただいておりますので、ごめんなさい。コメント一つ一つに返せないのですが、この動画でそのヒントとなることをお伝えします。今回の動画の内容はですね、必修問題で不適切問題が出た時のその種類をまず解説します。そして、一番伝えたいのはここです。40点未満でも合格できる条件をお伝えします。そして、不適切問題のことを触れるんですけども、不適切問題はどれになるかっていう内容は今回の動画ではお伝えしません。詳しくは、昨日ライブしたんですけども、そのアーカイブをご覧ください。まず、不適切問題は3パターンあります。1つ目が答えが2個以上のパターンです。2つ目が正解ならカウントして、不正解なら問題ごと除外というパターンです。そして3つ目、これがですね、後ほど説明するんですけども、受験生を泣かせちゃうんですね。正解不正解に問わず問題自体を除外する不適切です。そして上2つはですね、受験生に有利な不適切なんですね。まあ、答えが2個以上だったら正答率上がるじゃないですか。それはわかると思うんですけども、正解ならカウント、不正解なら問題除外。これがなぜ有利なのか。詳しく見ていきましょう。例えば、50点中40点正解で不正解が10点だったとします。ってことは計算すれば、50点中40点で 80%、これ合格になりますね。そして、間違えた問題が不適切になって除外されたとします。つまり、不正解の数は10点ではなくて9点になります。ということは、50点満点ではなくなるんです。49点満点になるんです。すると、81% に上がりました。ここがポイントです。不正解なら問題除外すると、パーセンテージが上がるんですね。ということはですよ、今現在40点に達していなくても、80% 超える可能性があるってことなんです。ということで、事例を見ていきましょう。正解が35点、不正解が15点だったとします。計算すると50点中35点なので 70% です。そして不正解の問題15点分のうち7問が不適切になったとします。すると50点満点ではなくて43点満点となります。43点中の35点なので 81% です。つまり現在35点の方はですね、間違えた問題7問が不適切になれば合格できるということなんですね。これは希望とかそういう話ではなくて、計算するとこういう風になるっていうことです。続いて、正解が36点、不正解が14点のパターンです。計算するとこのようになります。そのうち5問が不適切になりました。すると45点満点になります。よって 80% になります。つまり、今、回答速報で36点の方も不正解の問題5問不適切で除外になったら 80% になるってことなんですね。これも希望とかではなく、そういう風になるという事実をお伝えしているんです。続いて37点の方、50点中37点で 74% です。そのうち4問が不適切となりました。すると46点満点中の37点です。計算すると約 80% です。このパターンどんどん見ていきましょう。38点です。50点中38点で 76% です。そのうち3問が不適切になりました。すると47点満点中の38点。80% を超えます。続いて39点。僕のコメント欄見る限り一番多い得点の割合がここな気がします。50点中39点で 78% です。そのうち2問が不適切となりました。すると48点中の39点。なので 80% 超えます。81% となります。そんな受験生に有利な不適切、過去にどれくらい出ているか。これも、こうなってほしいではなくて、過去のデータをお見せします。107回では6問も出ました。108回はなかったです。109回は2問出ました。そして110回はなかったです。111回は3問出ました。そして112回はなかったです。こういうふうに
受験生に有利な不適切は過去にも結構な数出ています。そしてたまたまやとは思うんですけども、奇数の時は有利な不適切出ていますね。これは今のところこういう風な流れで来てるっていうのを認識しといてください。そして起きてほしくないんですけども、受験生に不利な不適切、これも取り上げておきます。これは正解不正解に関わらず問題を除外します。仮に50点中40点取ってましたとします。しかし問題除外となって39点になりました。すると49点中39点なので80%に達しません。ということはこの場合不合格となるんです。こんな不適切嫌ですよね。じゃあこれも過去にどんぐらい出ていたのか。まず先ほどの不適切祭りとなった107回2問出ています。ただし有利な不適切は6問出ています。続いて108回1問出ています。続いて109回から112回、今のところないです。だから113回もないかどうかは分かりません。とりあえずこういう風な経緯があるということです。じゃあ私41点なんですけども、何点この不利な不適切が出たら不合格になりますか。こういう質問例年よくいただきます。ということで計算してみましょう。仮に1問除外出ました。するとですね、正解は40点になりますね。49点中40点、80% 超えます。つまり1問ぐらいやったら大丈夫そうです。じゃあ実際に何問出たら不合格になるのか。6問出たら不合格になります。正解が35点になって、トータルの問題数が44点となります。なので44点中35点で 79%、 ここで初めて不合格のラインになります。現在41点の方はこの不利な不適切が6問出たら不合格です。今のところ歴史上6問も出ていません。多くて2問です。では不適切が何問出そうなのか。大前提としてここからの話は完全に僕の予測です。今までは計算と過去のデータの話でした。ここからは完全に僕の予測です。ただ、過去のデータから予測します。そして、ポイントとなるのが過去の必修の平均点です。過去の必修の平均点はこのようになっています。例年45点前後です。高い時は46点台です。その中で注目してほしいのが107回です。107回。例年よりも2点近く低いですよね。そしてこの年に必修で不適切祭りが出たんです。有利な不適切が6問も出ました。ただし不利な不適切も2問出てしまいました。じゃあ今どうなっているのか。2024年2月12日9時の段階ではこのようになっています。42点なんちゃら点ぐらいですね。ってことはですよ、107回の 43.3 よりも低いですね。そして107回の時は有利な不適切が6問、不利な不適切が2問出ています。有利な不適切の方が多く出ているんですね。じゃあ仮に有利な不適切問題が6問出たとします。まあ107回の時よりも今回低いのでもっと出る可能性もあります。ですがとりあえず6問出たとします。この場合36点以上で不正解の問題すべて問題除外なら合格できます。つまりこういうことです。不正解14点分、そのうち6点分が不適切。すると44点中36点で 81% となるんです。合格ですね。ってことはですよ、107回と同じように不適切問題が出たとしたらですよ、出たとしたら今回答速報で36点の方も合格できる可能性があるということです。そしてこっから先はもう不適切とかそういう話ではないです。完全に僕の独り言です。必修問題を作った人へ、113回生になんか恨みでもあるんですか。113回生というのはですね、コロナ禍で入学した人たちなんです。
そしてコロナ禍なのでリモートで勉強しないといけなかったんです。なので入学式もないし、同級生の顔も知らないし、なので同級生とも会えなかったし、さらにですよ、そんな中難しい解剖や疾患をほぼ自己学習してたんです。普通に先生の話聞いてもなかなか難しいのが解剖や疾患なんですよ。それを自己学習してたんです。そして知識があまりないまま実習に行って、実習では例年通りのレベルを求められるんです。糖尿病わかるよねみたいな感じで求められるんですよ。そんなね、3年間4年間過ごしていたら例年以上に退学者増えてます。実際に僕の母校でも例年以上に多かったです。そんな過酷な中でも看護師を諦めずに受験の資格を勝ち取った113回生に対して、何を難しい問題作ってくれとんねんって話です。必修は最初の25問、受験生が一番よし頑張るぞって思ってる時期に解く問題、それをなんで難しくしとんねん。もっと一般とか状況設定とかアセスメントが必要なところで時間割いてもらった方がええんちゃうんかいと、何考えとんねん。そして113回を受けた方たち、自分と共に頑張った仲間を褒めて褒めて褒めまくってください。点数に限らず、ここまで過酷な3年間4年間を乗り越えた仲間を褒め合ってほしいんです。お互いに褒め合ってください。そして頑張ったのに努力が水の泡だったっていうツイート見かけたんですけども、そんなこと思わないでいいです。正直厚生労働省ごときでみんなが自分の努力を否定してほしくないんです。過酷な看護学生生活に加えて鬼畜の国試を受けた皆さん、人として必ず成長しています。今後辛いことがあっても乗り越えられる力を皆さんは身につけています。あんな難しい試験の中、2時間40分 ×2 ですね、つまり5時間、その教室に留まった皆さん、すごいです。自分のことをねぎらって褒めまくって自信持ってください。そして厚生労働省ごときで自分の自信を失わないでください。もっと自分を褒めていいと思います。そしてこの時期に最優先することがありますね。それはとことん楽しみきることです。厚生労働省ごときで落ち込んで遊ぶのをためらわないでください。むしろ遊びまくってください。ということで本日の動画は以上です。ここまで見ていただきありがとうございました。